こんにちは、みなみです。こんにちは、なつきです。今日はホテルにいます。イエーイ。はい、お仕事で、東京横浜なんですけど、はい、今日はウーバーイーツを食べながらお話、お話をしていきたいと思います。はい、ということでやっていきます。それではスタート。せーの、ちょっと韓国料理を頼みましたね。ちょっと私も紹介 したいんだけど、ユッケ丼。え、絶対うまいよ。ユッケがあって、でプラスでサムギョプサルも追加したので、絶対うまいんですよ。これはかな。でもこれ辛いのかかってる、もしかして。いや、てか私さ、これ追加にしたのに何もないんだけど。え、コンビニから行く？え、マジ？いや、私押したよ。あ、ちっちゃいのがある。あ、箸がいいんで手で食べたいと思います。いただきます。ちょっと私も変なちょっとスプーンなんですけど、皆さん。じゃあプルコギキンパです。いただきます。いただきます。うん、おいしい。あ、辛い。うますぎる。何の話をしようかなと思ったんですけど、最近あったこと。髪染めたね。うん、ピンク。私もそうだったんだけど、めっちゃ飽きるの。うん、飽きるし維持が大変だから。そう、なんかピンクシャンプーしないと綺麗に落ちない、うん、しロングだからムラが出ちゃうしみたいな感じ。大変で、皆さんからしたら流行って思うかもしれないけど、うん、でもみんなね、こっちの方がいいって言うね。うん、でも私も自分では思ってたの、うん、絶対ピンクは肌の色的に、うん、なんか肌色になるじゃん、色落ちしきると、うん、だから途中までは可愛いんだけど、うん、肌色になると似合わなすぎて、加工とかだったら自分もいけたんだけど、うん、YouTube とかなると違う話が、なんかちょっと違うよね、やっぱ。いいよね。でもなんかちょっと紫入ってるらしいけど、今あんま分かんない。でも一応ブリーチしてなきゃ入れない色を入れてもらったから、めちゃくちゃ可愛いの、うん。みんなに何色って聞かれるんですけど、私も画像を見せていつもこういう色でってやるって言うから、聞かれてもね、答えられないんだよね。そうだから写真を見せてください。見せてください。私は青がね、消えるんですよ。うん、今見えないね、青。うん、なんかね、あるんだけど、なんかあるんだけどね、ないんだよ、うん。え、サムギョプサルうまいんだけど。私ももう卒業ですよ。動画出る頃には知ってる。知ってるね、多分もう、うん、やばすぎる。高校終わりだよ。だからお友達と韓国風の制服でディズニー行きたいねって話してる。いいね。でも私たちも今ディズニー行きたいって話してるんだよね。ディズニーってさ、なんかたまに行きたくなる。うん、イングリッシュってすっごいディズニー行ってるイメージで、うんうん、だけど私たちって本当に行かないんですよ、うん、行く友達もあんまりないし。ねえ、友達の話しねえわ。いいね。なんかね、私はね、友達と遊ぶとしたら1対1が好きなの。私とも友達1人、うん、だから2人で遊ぶのが好きなんだけど、ミミは絶対に友達2人以上いなきゃ嫌だみたいな。なんか2人で遊べる人ももちろんいるんだけど、うん、できれば3人以上がいいらしい。だってこれ YouTube で何回か言ってるんだけど、自分から何が話さないととか、気を使う、すっごい疲れるらしいよ。1対1だと。だからミミはよく友達とダンスで遊んでる、うん、待って、ダンスで遊んでる。なんて言えばいいの。なんか大人数の方が好きっていうか、うん、落ち着くっていうか、うん、なんか自分が話さなくても、話さなくてもその場に入れるし、うん、自分が話聞いてるだけでも面白いし、見てても面白いし、自分がするのも面白いし、うん、なんか自由じゃん、うん、一対一って縛られない。うん、なんか自分が話さなきゃだし、なんか自分が携帯つけてたらさ、うん、なんか向こうはさ無理だし、まあ、おしゃべりが大好き。あ、そういうこと、ね、だからマジで携帯触んない。あ、だ携帯は触んない、確かに、うん、でも例えばカラオケとか行ってさ、うん、6人とか行ってちょい携帯いじるのはまだ、うん、確かに、ま、許されるかもしれないけど、確かに1対1のカラオケの携帯はダメ、気まずい。もういじりたいとかじゃないけど、ちょっといじっててもなんか、え、つまんないの、うん、って思われちゃったらすごい嫌だよ。でも本当に高確率で MBTA の相方は1対1じゃないけど、うん、大人数は苦手って絶対出るよ、一番最初に。何々の特徴なのに愛なの、うん、愛って逆に1対1無理じゃないの、うん、思うんだけど。大人数でワイワイするのが苦手は分かる。
ワイワイするのが苦手なの分かるけど、うん、そっちの方が気持ち的には楽じゃないって思った。そしたらタイちゃんもそっち行ってた。私は別にワイワイするのも好きだし、うん、1対1でもいい。ママタイプだ、うん、ママなんかもいいんだよ、うん、あとは何話しましょうか。森家さんからもらった、うん、なんかいいイチゴに私が練乳をめちゃくちゃかけてた動画が切り抜きがすごい回ってて、それがでも聞いて動画回ってない時は練乳かけてないよね。かけてない。だからたまたまめっちゃたまたま久しぶりに練乳かけたら、うん、それがね回っちゃって練乳かけるやつみたいになってるんですけど、本当はかけないよっていうのはどうでもいいんだけど、うん、まあプラス手で食べてるっていうので、なんか怒られましたねすごく、うん、はい、でそれでいちご本来の味を味わえと言われまして、うん、そっちね。でも私も練乳かけて手で食べてるのはええと思った。お前手で食べるのと思って私ね、手で食べる癖があんのよ。なんかたくあんとかも手で食べちゃう。そう、私もさ、それ思った。たくあん手で食べるんだと思って。家でね。そう、家でね。外はもちろんやんないけど、うん、家だとその辺にあるものが箸を持つのがめんどくさい。私は箸でたくあんとかも食べるのね。なんならいちごとかも箸で食べる時とかあるの、ね、でもあったら食べる。でもなんか片付けちゃった後とかってさ、あーまあね、なんかその辺だったら手で食べない。ほんと手で食べちゃうんだよね、うん。まあでも動画ではすんなっていうのはまあもちろんその通りですって感じなんですけど、うん、まあ練乳はあるからちゃんとね練乳かけてない時もあるんで、もちろんそっちの方が9割なんで、うん、はい、そこはご安心くださいっていう感じで、それが最近怒られましたね。あとパスタの食べ方も怒られました。それも見た。でもまあいろんな意見があるから、そうね、なんかまあマナーな、うん、マナーだからね。でも本当に何も気にせずに食べてた。くちゃーって言われた時もそう、何も気にしてなかった。でもねマジでね、私編集してて思うんだけど、うん、音拾いすぎ。音拾いよね。だから私めっちゃカットするもん、本当に嫌で。めちゃくちゃ聞こえるの知ってるつもりないけど、やっぱ食べながら話してると、うん、どうしてもなる。ただ別に怒りとかじゃないです。ただなつきちゃん卒業できなかったのってめっちゃきます。大体高校の卒業式って3月1日なんですよ。だけど私のところはちょっと遅めなんですよ、うん、だから3月1日に何も残さなかったら、なつきちゃんって卒業できなかったの留年みたいな、めっちゃ DM 心配の DM が来たんですけど、うん、大丈夫です、卒業できます、はい、まだしてないけどもうしてますね。動画出た頃、動画出た頃には多分してると思う。ありがとうございます。あとは何だろう、なんか最近ねいっぱいあるよ。原因はまあなくはないから仕方ないんですけど、何とも言えない、うん、本当すいません。食べただけ、すいません。あとはいまだにねレアガというものを捨てる人もいる。レアガをいろいろ勘違いしてる人がいて、うん、インスタも24時間で消えるじゃん。ああそれがレアっていう、あれもレアって言ってる人いるんですけど、私たちのレアガは自分ら自らが大好きなものとか、だから私よくいるの、私も私の友達のインスタを探っているね。そう、友達もめちゃくちゃ消してるのね、うん、なんか人数少なめにしたんだけどスクショして免除してくる子がいて、と思ってびっくりしちゃう。うん、もうまあ別に載せてるからしょうがないんですけど、その、うん、私の友達も私もそれを承知して載せてるからあれなんですけど、うん、そういうのをレアガっていう。そうかもね、うん、だから私たちがインスタで載せて、じゃあ例えば24時間以内14時間で消しちゃって、うん、それをレアガとは言わないよね、うん、まあ別にもう何でもいいですよ。だけど私の顔だけにしてください、そこは本当に、うんうん、別に何の事故かでも大丈夫なんで、私だけの顔にお願いします、うん、はい、ね、そこは私の顔だけでよろしくお願いします。うん、うん、まあ、めちゃくちゃモデルプレスの動画で見られてたよ、うん、なんかさ褒めすぎて怖い逆に。でも漏れてた、うん、なんかモデルプレスさんの TGC の代々木の時にコメント動画を撮ったんですけど、うん、自分的にあれ全然漏れてないし、うん、可愛くないって思ってたの、うん、だけどなんかコメント欄でみんながなんかやっぱり可愛いみたいに言ってくれて、うん、本当みたいな、なんか逆に疑いを持っちゃった。そう、嬉しいんだけど。あ、そうなの。おお。疑いを持ちながらも、まあ、嬉しいけどちょっと疑いもあった。あった。燃えてた燃えてた。燃えてた？まあでもすごいメイクとかもね可愛くしてもらった。そう、多分あの髪型っていうの、服とかも、うんうんうん、多分ぴったりだと思う、うん。いいよね、うん。服とかめっちゃ可愛かったし。うん、アンチと逆にすっごい褒めてくれる TikTok もめちゃくちゃ多くて、うんうん、私的には。こんなに褒められ
ちゃうほどの人じゃないのにって思っちゃうんだけど、うん、まあ、みんなすごいそれぐらい褒めてくれるっていう、うん、でもあのファンの子の言葉がうまいよね。褒めるのがすごい、うん、めちゃめちゃうまい、本当にすごいと思った。サムギョプサル食べてみ、めっちゃうまいよ。さっき食べて、え、ちょっと食べた、もらうよって言ったら本当に、うん、全然記憶ないんだけど、うん、アンチって分かりやすく言ってるけど、私アンチだと思ってるので、うん、アンチってもっとひどい気がするの。パスタとかはね、まあ指摘、うん、かもしれないし、私も傷つけたから、うん、イエベブルベとかも、あ、夏の、夏のブルベ、夏の色を使ってるから浮いてるように見えるっていうコメントで私も気づけたし、なんか全然アンチだと思ってないんですよ、ああいうの、うん、でも私マジでブルベとか人に似合ってる似合ってないか分かんないからだからみんなが、え、この子、あ、みなみちゃんイエベじゃないのって、どこで判断してんだろう。肌の黄色さだよ。でもみんながね、やっぱ勘違いしてるのが、肌が黄色いイコール絶対いっぱい言ってるよね、イエベで、肌が真っ白でブルベ、うん、でもね、肌が白い子ってね、イエベの方が多いんだって。そうなの。イエベ春とかがね、すごい可愛い言ってたね、なんか最近、うん、ママとかめっちゃ白いし、うん、白い、そう、ママは白いのにイエベってなるよね、私たちからしたら。私も最初は黄色いからイエベだと思ってたけど、中学、うん、の時はね、うん、まあまあそんなことはどうせないんですけど、うん、そう思ってたけど、知れるね、そう知れるから、アンチと思う分もあるし、コメントを見てる限りは、うんうん、思う分もあれば指摘と思う部分もあるし、うん、まあメイクとかで言うとアドバイスだったりとかもあるし、うん、ただ肝ださ、それはもうね、もう趣味ですよ、スルーですよ、うん、だからミミのファンの子も待ってく くれるのはね、そうだね、でももうツボな気がする。で、私あのすごい、ね、ファンの子をバカにされるのが一番ムカつくんですよ、うん、私のコメント欄で、うん、ファンの子がコメントしてくれて、そのファンの子にめちゃくちゃアンチを、うん、しつこい人は普通にブロックしてます、うん、それが正解だと思う、うん、だって誰も見てて楽しくないし嬉しくないし、うん、不快だし、うん、私を好きでいてくれるだけなのに、それをなんか叩かれちゃうのはすごい気持ち悪くて、なんで普通にブロックしてます。そこはあの全然あの嘘とかないし、ブロックがダメとかっていう風潮ちょっとあるけど、ね、ブロックするときに機能あるんだから。なんかあと私を装って返信する人はみんな怒らせて。あ、でも私もそれ前した。明日？うん、その人した。守ってくれるのは本当に嬉しい。うん、ね、本当、うん、なんか心強く感じるけど、それで、ね、みんなが言われちゃう方が嫌だから。うんうん、でもね、我慢できない気持ちはめっちゃわかる。わかる。なんかその好きな。私も言いたくなっちゃうもんね。だから好きなさ、うん、その例えばなんか芸能人とか有名人がさ、めっちゃ推してんのにさ、うん、何も例えばなんか悪いこと起こしてないのにすごい言われてたりしたらさ、うん、すっごいイラつくよね。わかる。でもさ、そんな人に対してさ、あのイライラできるってすごい素晴らしいと思うから、そのためにあのスルーが一番かなって思ってます。思います。はい、本当に私気にしてないので、ね、え、マジでさ、みなみちゃん、あのなんか、うん、みなみちゃん本当に大丈夫かなみたいな、ガチ心配の、くるくるくる、メンタル大丈夫かなって、そうそうくる、本当にみんな優しいから、い、私を気にかけてくれるんですけど、マジでメンタル一番強いから大丈夫大丈夫です。なんかこういうこと言うと逆に強がってるみたいな感じで、知って強いの、マジで強いの、逆に疑われちゃうんだけど、多分家族、私たちの家族一番メンタル強いと思うかもしれない、うん、なんか昔からメンタル強い、あのね、本当にちっちゃい頃マジクソ生意気だからだからって言ってるわけではないですよ。まあ別に私はいいですけど、あの他の人がこうとは限りませんので、そこはよろしくお願いします。お願いします。はい、でもね、それ以上にみんなが可愛いとか、そう、それ以上に、うん、それ以上にすごいとか、かき消されるくらい嬉しいこと言ってくれてるんで、そういう声であれば、うん、何でもできるんで、もう私は主人公だと思って、自分はね、この人生のね、そう、この人生の主人公だから、うんうん、そう、みんなそうだよ、言っとくけど、そうだよ、みんな自分主人公なんだからさ、私の人生の中で私が、そう、まあ、当たり前だけどね、自分が主人公なんだから。私アニメで中二病ってよくねんに言われるんですけど、中二病なんかって楽しいよだってなんかさ、例えばスポーツしてるとするじゃん、うん、例えばバレーとかして、うん、配球見たら配球みたいに言われる気がすんじゃん。だし、だから例えばあの緑谷いづくデクくんみたいにバカにされてもスーパーヒーローになれんだよ。なれんだよ。中二病の方がいいよ。そうだよ。影響されてるだけだけど、だから私は主人公だと思ってるから、主人公ってかっこいいんだ。
かっこいい、私主人公大好き。主人公好きになんないけど、アニメのタイプで言うと。だけどなんかもう私はね、自分が主人公だと思って。皆さんも思ってください。思ってください。なので、自分がね、どう生きるかです。せーの。幸せです。あ、はい。幸せ。幸せ。幸せです。ありがとうございます。皆さんのおかげです。おかげです。明日早起きだよ。今日もね、今日も早起きしました。今日は6時起きです、うん、もう今から爆睡したいと思います。もう眠いもんね。テーマがなくて難しくて、難かった。そのちょっと批判的な声の話ばっかり言っちゃったんですけど、まあこういうのもバック語りって言うんじゃないですか、ね、そうね、まあ、たまにはね、うん、ということで終わります。せーの、最後までくれてありがとうございました。バイバイ。まあこんな感じでした。こんな感じでしたって何回言うんだろう。私編集でもずっと思うさ。マジでどんな感じだよって感じで。そんな。みんなあのねねがこんな感じでしたって言ったらどんな感じだよって突っ込んでください。はい。じゃあバイバーイ。バイバーイ。